はい、それでは今日の授業を始めたいと思います。で、前回まで第1章 の、まあ、数ベクトルと行列に関する説明が一通り終わりまして、で、まあ、今日からいよいよその第2章の連立一次方程式と行列というところに入りたいと思います。でそこで、まず教科書は34ページですね。でセクション 2.1 が基本変形となっておりますけれども、もう少し詳しく言うと、これ行列の、まあ、基本変形の話です。でこの章では主に皆さんがこれまでに学んできた連立一次方程式とそれからその行列の操作の間にどのような関係があるかということを見ていきます。で、多分多くの皆さんは連立一次方程式の解法をいつ習ったかよく覚えてない人もいるかもしれません。僕自身もそうですが、大体まあ中学の2年生ぐらいで習うのではないかと思います。で、ここではまあ、これまで の、 その連立一次方程式のまあ解き方からですね、それがその行列から見るとどういうふうに見えるかと、それからその行列を使った計算が連立一次方程式を解くのにどのように役に立つかという話を説明していきます。でそこで、まず最初に、復習なんですけれども、皆さんがこれまで学んできたその連立一次方程式の解き方からですね、この行列の基本変形と呼ばれる計算について考えていきたいと思います。ということで、その連立一次方程式の解き方として加減法という名前は聞いたことある人いるかもしれませんけれども、から行列の基本変形、これは今日初めて出てきた言葉ですので、これから説明しますけれども、この行列の基本変形と呼ばれる操作を、まあ、考えてみましょう。で、まず、まあ、例題なんですけれども、例題としまして、この次の連立一次方程式を解いてみましょう。で、これから書きますが、どういう方程式かというと、x と y という2つの変数を持つ、で方程式は2本の連立方程式でして、で、1つ目は、2x プラス 5y イコール、マイナス11。それから、もう1つの方程式は、マイナス x マイナス 4y イコール10。まあ、こういう方程式を解くことを考えてみたいと思います。まずここまでいいですか。それで、
まあこれからちょっと式をいろいろ書きますので、今は少しここの黒板は贅沢に使ってですね、実際の解き方をちょっと右側の黒板に順番に書いていきたいと思うんですけれども、まずその、まあ、実際にこの方程式を解きながらですね、それに対応する行列の計算を見ていくわけですが、一応この黒板をですね、左半分と右半分に分けて使います。これからで、それで左半分の方には加減法と呼ばれる、皆さんが中学で学んだその連立一致方程式の解き方を順番に書いていきます。で、黒板の右側の方にはそれに対応するその行列の計算ですね、これを書いていきますので、皆さんもノートを取るときはそのつもりでノートを書き進めてください。で、ここまでいいですか。で、まず最初に、もう一度この与えられた方程式を書きましょう。最初のステップですので、これを書きます。2x プラス 5y イコールマイナス11と、それからマイナス x マイナス 4y イコール10と、まあ、当てられた連立方程式はこういう形ですね。で、それぞれの方程式に、まあ、丸1、丸2と、その式の番号を振りましょう。で、一方で、その行列の部分に何を書くかというと、まあ、この方程式を見ますと、まあ、係数とそれから x とか y という変数がありますけれども、この部分から数のだけを抜き取って、それを行列の要素にしましょう。例えば行列の1行目は、x の係数2と、それから y の係数5と、それから一番右側には右辺の値マイナス11と、書きます。で、行列の2行目には同じように方程式の2番からですね、 x の係数マイナス1と、それから y の係数マイナス4と、で最後に、右辺の値10、このように書くことにしましょう。いいですか。で、まあ、連立方程式の解き方はもう皆さんよく覚えていると思います。これはまあ、人類の数学史における財産の一つですから、皆さんもよく覚えていると思いますけれども、どうやって解くか、その原理を思い出しますと、まあ、基本的にその、まあ、両方方程式ですから、その一方にもう一方を何倍かして加えるとかしても方程式の関係は変わらないわけですよね。ですので、この場合ですと、まあ、いろいろなやり方ありますけれども、ここではその、まあ、1番の方程式に2番の、まあ、2倍したものを加えましょう。そうすることでこの1番から変数 x を消すことになります。で、これをその2番目に書きますか。で、そうしますと、まあ、1番から2番を2倍したものを1番に2番を2倍したものを加えますから、そうすると1番の式は x の係数、 x の項が消えてマイナス 3y イコール9と、それから、まあ、2番の式はそのままですね、マイナス x マイナス 4y イコール10と、で出来上がった方程式をそれぞれ3番4番としましょう。で、今ですね、このカッコ1の方程式やカッコ2の方程式を導くのと同じ計算は行列で行うとどのようになるかといいますと、この場合はその先ほどやったようにある方程式を何倍化して別の方程式に加えるという操作は、行列の上ではある行を何倍化して別の行に加えるという動作、操作に対応しています。ですので、まあ、この場合ですと、カッコ1では1番の方程式に2番を2倍
って加えたっていうことですから、行列ですと、この第2行を、まあ、2倍して第1行に加えたと。そういう操作に対応するわけですね。で、この結果、そのどう行列としてはどうなるかというと、11成分がマイナス、あ、0になりまして、で、以下、第1行はマイナス3と9が入ります。で、それから、第2行は変わらず、マイナス1、マイナス4、10と。まあ、こういう形になりますね。まあ、この方程式、導かれた方程式の係数をそのまま、こう、行列の各成分に移して書けばよいわけです。で、じゃあ今度はこの括弧2番の方程式からですね、何をしようかとすると、この、この4番の方程式のマイナス 4y というのを消しましょう。で、そのためにどうするかというと、この3番の方程式にをマイナス3分の4倍したものを4番に加えます。で、そうしますと、3番の方程式は変わらないですね、この場合は。マイナス 3y イコール9と。それから、4番の方程式で y の項が消えて、マイナス x イコールマイナス2と。まあ、こうなります。で、行列の方では、その、どう書くかと言いますと、すみません、ちょっと下げますが、第1行をマイナス3分の4倍して第2行に加えるという操作を行いますので、で、この結果、0、マイナス3、9の、マイナス1、0、マイナス2と、まあ、こういう形の行列になります。で、これ、新しく導かれた方程式を5番、6番と番号を振りましょう。で、まあ、x、これ、順番は、まあ、このままでもいいかもしれないですけど、一応、まあ、x イコール何とかっていう方程式を上の方に持ってくることにしますと、そうするとこの5番と6番を交換することになります。で、同様に、これ行列の世界ではこの第1行と第2行を交換することに対応します。で、実際にやってみますと、まあ、これ交換するだけですから、多分皆さん各自で移していけると思うんですけれども、まあ、1番目の式ですね、が上の方程式がマイナス x イコールマイナスになって、下の方程式がマイナス 3y イコール9と、まあ、こういう形になるわけですね。で、対応する行列の方も、これはただ単純に第1行と第2行を交換しますので、第1行がマイナス1、0、マイナス2、第2行が0、マイナス3、9というふうになります。で、ここまでいいですか？多分問題ないと思います。で、最後に、このですね、x とか y の係数をまあ1にできるといいわけですよね。まあ、方程式に7番、8番と番号を振りますと、最後は方程式の7番2をマイナス1倍して、同時に方程式の8番をマイナス3分の1倍しましょう。で、同時にこれ、行列の方ではどういう操作をするかというと、これ第1行をマイナス1倍して、それから第2行をまあ、マイナス3分の1倍すると。まあ、そういう操作になるわけですね。
実際にその操作の結果を今度はまた左の黒板を使って書きます。で最終的に、この2つの連立方、この連立方程式なんですけれども、どういう形になったかというと、x イコール2と、それから y イコールマイナス3と、まあ、こういう形になりまして、まあ、これ、あまりまあ、ここまで来ると番号をつけてもあまり意味がないかもしれませんが、結局、x、y の解がこう求まったということになるわけです。で一方で、行列の方はどうなったかというと、第1行が1、0、2で、第2行が0、1、マイナス3と、こういう形になりました。で、ちょっと行列の方に、ここにちょっと縦棒を入れて、見ていただきたいんですけれども、最終的にですね、この方程式が x イコール何とか y イコール何とかっていう形になったときに対応する行列を見ますと、ここに単位行列が現れているという点に注意してください。で実はこの形というのが後で重要になってきますので、一応方程式を解いた後でそれに対応する行列というのはこのような形をしているというのを覚えておいてください。で、そこでですね、今、方程式を解いた計算における計算においてですね、いくつかその方程式に対するその操作を行ったわけですけれども、今までの その解法を振り返ってみますと、この方程式に対して行った操作というのが実は3つあります。今から1つずつ挙げますので確認してください。まず、1番目としては、ある方程式を、C 倍すると。ただしこれ、0でない数なんですけれども、C 倍するという操作がありました。ある方程式を何倍化しても、その方程式のはとしては変わらないということですね。それから、2番目としましては、2つの方程式、この今回の問題は2つの方程式だったんですが、この上下を入れ替えるという操作を行いました。こういう操作を行っても、それぞれの方程式に変化はありませんから、全体としての連立方程式は元のと同じものを指す、示すわけです。それから、3番目としましては、これは結構その重要な操作なんですけれども、ある方程式の C 倍を、他の方程式に加えると。でこれはある方程式から x ですとか y ですとか、そのいらない変数を消去して、変数の個数を一つに落とすという操作のためには、本質的に必要な操作だったわけです。というふうに一応確認しましょう。さて、皆さん、我々がですね、その連立方程式を解く際には、基本的にこの3つの操作のどれかをこう繰り返すことによって、その連立方程式の解を求めています。で、じゃあ、実はこれに対応する行列の先ほどの計算の中でですね、行っていた操作っていうのが、実はありますので、
それが何だったかっていうのをちょっともう一回振り返ってみましょう。まずある方程式を、C 倍するっていうのはそのどういう行列やどういう計算に対応してたかというと、これある行を、行列のある行ですね、を、C 倍するという操作に対応していました。で、2番目に、2つの方程式を入れ替えるっていう操作は、行列ではどういうことを対応してたかというと、その2つの行を入れ替えるという操作になっていました。で、3番目に、そのある方程式の C 倍を他の方程式に加えるという操作は、行列ではどういう操作になってたかというと、ある行の C 倍を他の行に加える。という操作に対応していました。ということですので、連立一次方程式を今のような形で、その行列で表して、それに対して計算を行った場合というのは、その方程式に対する操作のですね、この方程式という部分を、その行列の行に置き換えると、同じ意味の操作がなされているということが分かると思います。で、そう考えますと、これまでその連立一次方程式をですね、一生懸命書いてきた操作っていうのが、実はこの行列の変形で同じ計算ができるようになります。で、そのためのこの3つの行列に対するこの3つの操作を、行列の行基本変形と、呼びまして、で、これをこれからこの線形代数で扱います。で、ここまでいいですか？もう一回まとめますと、その連立一次方程式をその解く計算がですね、この行列のこの行基本変形と呼ばれる計算の繰り返しで同じことができると。ということなんですね。で、まずその行基本変形の定義をしていきましょう。一応ここではその行基本変形とそれから行変形という2つの言葉を定義します。で、行列の話ですので、毎度のことなんですが、A という行列が登場しまして、でこれは M 行 N 列の行列とします。で、それからスモール c はスカラーですね、数ですね、数と、それから i と j というインデックスを出しますけれども、i と j は1から m までの間で、ただしここでは j の方が i よりも大きいことにしましょう。で、これに対してえっ、ー、と次の3つの変換を A の行基本変形と言います。
で、その基本変形ですけれども、まあ、一応先ほど書いた3つの操作なんですが、一応 i とか j とか出していますので、もう一回それをもう少しきちっと書きましょう。1番目は a の第 i 行を c 倍すると。ただし c は0でない。定数とします。これがそのある行を何倍化するって操作ですね。で、2番目が A の第 i 行と第 j 行を入れ替えると。で、これも先ほどに2つの行を入れ替えるという操作です。そして3番目が A の第 i 行もしくはここ j の場合もありますけれども第 i 行もしくは第 j 行にもう一方の行ですね。第 j 行もしくはこちらが j だったらこの i 行ですね。第 i 行の c 倍を加えると。以上のその3つの操作をこの行、a の、 あの行基本変形と言います。で、そしてこの行基本変形を先ほども見ましたように実際に方程式を解く際には何回も繰り返してこう適用するわけですけれどもこの行基本変形3種類の行基本変形を繰り返し施す操作ですね。これをその行変形と言います。ということで、その。まあ、行基本変形はこの3種類の操作のどれ、まあ、ことを言いまして、でまあ、それをそのある同じ行列 A にですね、何回も繰り返して施すことをまとめて、まあ、行変形ということにします。ここまでいいですか。教科書では、34ページですね、まだ教科書の5行ぐらいしか進んでないんですけれども、一応まあ言葉としてはそういうことですね。はい。ここまでですか。はい。じゃあ、その続きなんですが。で、まあ、その行基本変形というのをその今定義しましたけれども、その、まあ、実際にですね、行基本変形を行おうと思ったら、まあ、手で操作するのは、まあ、もちろんいいんですけれども、せっかくその我々行列という道具を持っていますから、その行列の計算でその行基本変形ができたら、まあ、当然、まあ、皆さんが素晴らしい
と思うかどうかは分からないですけど、とりあえずいいかなという気がするわけですよね。でそこでその行基本変形を行うため の, その行列、実は それが行列でですね、行列の計算でできるというのをこれからやります。そこでまずその基本行列というのを言葉を定義します。で式自体は教科書の34ページから35ページにこう1ダッシュ2ダッシュ3ダッシュというような式番号で書かれてあります。でそれぞれが何を指すかといいます と実はこれっていうのはその単位行列にその今先ほど定義した行基本変形をまあ施したものであるという点に注意してください。ですので基本行列のまず定義としましては単位行列、E の M ですね、今 M 字の単位行列としましょうに先ほどの定義の行基本変形カッコ1、カッコ2、カッコ3がありました。カッコ1、カッコ2、カッコ3をもの、まあ、その結果の行列ですね。でそれぞれを教科書にありますように、まあ、カッコ1ダッシュ、カッコ2ダッシュ、カッコ3ダッシュとしましょう。それはこれから追って書きます。でこれを、ですからもう一回復習すると、単位行列に対してその行基本変形を行った行列を、M 字、基本行列と言います。それで、じゃあ実際その M 字基本行列がどのようなものかなんですけれども、ちょっと時間が厳しくなってきましたので板書は省略しますが、本来板書すべき図がですね、皆さん の教科書にありますのでそちらを見てください。とまずその括弧1ダッシュというのは何かというと、その第 I 行を C 倍する行列ですね。ですのでそのに対応する括弧1ダッシュというのが EI の C というふうな記号で書かれていますけれども、24ページの一番下の式です。で見ていただいて分かるように、その単位行列なんですけど、その第 II 成分ですね、 II 成分が C になっているというものです。ただしここではあと C が0でないという点に注意してください。で次に括弧2ダッシュですね、第 I 行と第 J 行を入れ替えた行列ですね。これは教科書の35ページの一番上の行にある括弧2ダッシュっていう PIJ と書かれた行列なんですけれども、第 I 行と第 J 行をひっくり返しているという点に注意してください。でそれから最後にその括弧3ダッシュですね、A の第、そうか、第 I 行に第 J 行の C 倍を加えたという行列なんですけれども、これ教科書の括弧3ダッシュの EIJ 括弧 C という行列に書かれてあります。でここで見て分かりますように、I 行 J 列の成分に C が加わっているという点に注意してください。
で、まあ、これらの、その3つの行列がですね、その、まあ、単位行列に対するその基本変形を行った行列なんですけれども、まあ、M 字の基本行列と呼びます。で、この基本行列に関して、まあ、基本的な性質が一つありまして、これ一つの命題として書いておきますけれども、まず基本行列は正則です。正則で、正則ということはその逆行列が存在するということですね。逆行列もまた正則です。ということはですね、この行基本変形を行った基本行列には逆行列が存在するということなんですが、じゃあそれぞれの逆行列というのは一体どういう操作を行う行列かっていうのを、まあ、ちょっと皆さんそれぞれ各自考えてみてください。一応答えはこの教科書のですね35ページの下から1、2、3、4行目にその答えを示す式が書かれてありますので、でまあ、ちょっとそれを見てですね、その意味をちょっと考えてみてください。一応もう少し詳しい説明は僕の講義ノートの方に書いてありますので、また後日閲覧できるようになります。でそしてこの基本行列をですねわざわざこのように定義したのには理由があります。でなぜかというとですね、実はその勝手な行列 A に対してその行基本変形を行いたいときにどうすればいいかっていうと、この基本行列を左からかければいいっていうんですね。ですのでその単位行列をその例えば行を何倍化するとか、それから第 ij とある行とある行をひっくり返したとか、そういう行を使ってですね、そういう基本行列を勝手な行列の左側からかけることによって、その自分の好きな行列の行基本変形を実現することができるというのが、実はこの基本行列の使い道なわけです。そこに注意してください。ですので、一応注意点としては、勝手な MN 行列 A にですね、M 字の基本行列まあ教科書の式でいう1' と 2' と 3' にあるこの基本行列ですね、これをまあ左からかけることにより、それぞれ A の行基本変形になると。ということで、結局ある自分が扱っている今行列があって、それに行基本変形をやりたいなと思ったら、それを行列の掛け算でできるっていうんですね。で何掛ければいいかっていうと、この先ほど定義したこの教科書に載ってるこの基本行列というのを掛ければそういう自分の好きな行列に対する好きな基本変形ができるというのがポイントです。ここまで
いいですか。で、あとちなみにですね、その実はそのより一般的な行列の行変形ということを考えることができて、で実はある行列、例えば今 A だったら A としますよね。 A という行列にその左から何かしら行列をかけるという操作は、実はその A に対する何らかの形の行変形を意味します。で、まあ、今回はその基本行列による行変形というのが教科書に載っていますけれども、もう少し一般的な行列の行変形というのを考えることができるんですが、残念ながら今はちょっともう少し急いで先へ行かなければなりません。で、その辺の詳しい話は僕の講義ノートの方にちょこちょこっと書いておきましたので、興味のある人は後でご覧ください。はい、ここまで何か質問ありますか。はい、で、次がですね、その、まあ、このセクションの一番主要なトピックなんですけれども、まあ、行列の行変形とをですね、その、まあ、連立次方程式を解くのにどう使えるかという話なんですが、先ほども言いましたように、その連立次方程式を解く操作に対応する行列の行変形というのは、その行列をある特殊な形にこう変形していくことが、まあ、見て取れたと思います。で、その方程式を解く上で鍵になる特殊な形というのがありまして、実はこれをこれからやります簡約階段行列と言いますけれども、でここからの話は、その任意の与えられた行列に対してその行変形をこう繰り返すことによって、その簡約階段行列にこう変換しようと。で、それによってその連立次方程式を、まあ言ってみれば解くという話をしたいと思います。で、ここからが教科書ですと、36ページですね。で、教科書の36ページでは、その階段行列というのを定義しておりますので、一応ここでもやりたいと思います。うん。まず、まあ、A を MN 行列としますけれども、あ、これ A をですね、まあ、成分 AIJ を成分に持つ MN 行列としますが、まあ、この A の第 I 行が、ゼロベクトルでないとき、そうしますと、その、まあ、どっかですね、ゼロでない成分が存在するんですけれども、この A の第 I 行の先頭列というのを定義します。先頭列、これを、まあ、記号では K の I と書きますけれども、ちょっと時間の短縮のために図で書きますので、皆さん適宜これを文章で
直していただきたいと思うんですが、A の第概念は0でなければ、まあ、どっか1番目からあるところまでは0要素が0で、で、あるところに初めて0でない要素が現れるものとしましょう。これ、A の第i 行なんですが、こうですかね。ですので、ここのことを言います。これは実はその非ゼロ、非ゼロの、まあ、まあ、最も、まあ、左側の列。ああ、だからすみません。ちょっとあまり日本語の文法的に適切じゃないかもしれないね。じゃあ、非ゼロのを、ここに持ってきましょうか。最も左側の非ゼロの列。ですので、例えば、この A の第i 行がですね、まあ、0が1列、2列、3列、4列と続いて、第5列が初めて0でない要素があったよと言ったときには、この A のこの行の先頭列を Ki を5というふうに置きます。まずこういう先頭列という言葉が、それから Ki という記号が出てきましたので、注意してください。ここまでいいですか？先頭列の意味、大丈夫ですかね？まあ、ちょっと 今聞くのはちょっとなと思う人は後でこっそりでもいいですから質問してくださいね。それで大事なことはこれからその階段行列というのを定義するんですけれども、この A が次の条件を満たすとき、ちょっと数学のややこしいと皆さんが思うかもしれない点の一つとしては、こういう条件を満たすものをこれこれと呼ぶっていうものの付け方が、名前の付け方がこれからだんだん増えてくると思いますので、まあ大変かもしれませんが、なるべく頑張ってついてきてほしいと思います。 A をで次の条件を満たすとき A を、まあ、階段行列と言います。で、それから、これからその条件を記します。一応、まずは教科書通りにこの文章でその条件を書いた後で、まあ、それをもう少し直感的に、まあ、図を使って説明したいと思います。まずいきなり公式が出てくるんですけれども、K の1小なり、K の2小なり、点点点、K の R、でこれは N 以下であると。で、ちなみに R は M 以下であると。で、まあ、文字通りの定義を言いますと、この先頭列の値の代償関係ですね。で、これは1とか2とかっていうのは行の番号なんですけれども、その行が、その A の行がどんどん大きくなるに従って、その各行の先頭列の値というのは必ず大きくなると。小さくなることはないということを、まず言っているということをつかんでください。で、それがその直感的にどういうことを表すか、また図の方で示します。で、2番目は、A の1 K の1イコール点点点イコール A の R K の R イコール1と、ただし R は M 以下と。で、この2番目の条件はその何を言っているかというと、その先頭列、またここも先頭列が出てくるんですね。ですので、これは何かっていうと、A、例えばここの A の1、K の1っていうのは、その行列 A の、第1行で、
0でない最も左側の要素ですね。で、これが1に等しいと。で、同じように、その各この先頭列に関して、その、まあ、各行のですね、あの、非ゼロの一番左側の要素は全て1だということを言っています。で、最後に3番目なんですけれども、3番目は、この R が M より小さいとき、まあこれもちょっとあの直感的に分かりにくいのでまた図で説明しますが、とりあえず文字通りに読みますと、R プラス1行以下の、まあ、行列の要素ですね。行列の要素は全て0と。まあこういうことを言っていますので、まずそうですね、ちょっとこの、あの式で書かれたその条件をあの確認しましょう。あ、ごめんなさい、どうですか。はい、じゃあちょっとこれ上に上げますね。で、じゃあ実際にその開眼行列というのはどのような形をしたものかというのが、あの教科書の36ページの、あの下の A イコールっていう式にありますので、ちょっとそれを説明しましょう。あの、まあ、あの、この今から書く A は、あの教科書36ページの、あの式に基本的に準じて書きますので、あの面倒な人は無理して写す必要はありません。一応教科書に書き込んだりして理解してもらえればいいと思います。で、なんかこういう1というなんか階段があって、で、まあ、こんな感じになってですね。で、まあ、こんな感じで、こう行列が閉じていまして、で、まあ、こういう図が載っていてですね、あと下の方に K の1とか K の2とかっていうのが載ってまして、まあ、一応この板書では K の3まで載せますけれども、で最後に K の R が載っているという状況ですね。で、実はその階段行列というのはこのような形をしています。で、まずその条件、1番目の条件から見ていきますと、1番目の条件はその先頭行、先頭列か、先頭列ですね、 K の1よりも K の2の方が大きく、 K の2よりも K の3の方が大きいと言っていることはどういうことかっていうと、そのこれ行がですね、だんだん上から下に下がってくるほど、その先頭行はより右に行きますってことを言ってるんですね。より右に行くっていうことは、ゼロでない要素というのは、この第1行ほど、行が上の方ほど左側の方にゼロでない行、あの要素があるんだけれども、だんだん行が下がっていくと、その非ゼロの要素っていうのはどんどん右側の方に追いやられていくと。まあ、そういう意味で、なんとなくこれ、あの非ゼロの要素がこう階段を作っているようにこう見えるわけで、まあ、これがその階段行列という名前の由来にもなっていると思います。これが1点目ですね。それから、2点目は、その各行のその先頭列の要素は全部1であると。つまり、これはその階段のちょうどこの角に当たる要素ですね。角というか段の角ですね。その要素は全部1ですということを言っています。から3番目なんですが、R イコール、R が M より小さいときっていうのはどういうことかっていうと、ちょうどここですね、今これが R 行です。で、残りは
これ一応、今 A は M 行の行列ですので、残りは M-R 行なんですけれども、もしその階段の日ゼロの要素からなる階段がですね、この上から R 行で終わっていたとしたならば、その下の M-R 行はこう全部ゼロですということを言っています。以上が大体その、階段行列の、まあ、直感的な姿ですね。こういうもんだと、まあ、思うことにしましょう。ここまでいいでしょうか。で、次にですね、そのこのセクションで一番大事な簡約階段行列というのを定義します。で、その簡約階段行列なんですけれども、まず A は先ほどと同じ M 行 N 列の行列ですね。これが、まず階段行列であると。で、かつここもちょっと文章だけで書くとすぐには分かりにくいかもしれませんが、A の i、ki ですね。これは第 i 行の先頭列の要素ですね。i、ki を含む、列ベクトルの成分が A の i、ki を除いてすべてゼロであるとき、なかなかその文章にすると面倒なんで大変だと思いますけれども、もう少しで頑張ってください。で、この A を簡約階段行列と言います。ここまでいいですか。で、なんか文章で書くと何のこと言ってるかよくわからないという人もいるかもしれませんけれども、これはこの先ほどのこの図で言うと次のことを言っています。とこの A の i、ki を含む列ベクトルって言ってますから、A の i、ki っていうのは何かっていうと、ちょうどここで丸をしたこの階段の角の要素ですね。で、この階段の角の要素で、例えばここに着目しましょう。ここを含む列ベクトルっていうと、ここなわけですね。まあ、例えばこの K の2、2を K2 列の含む列ベクトルっていうのはここなんです。で、そこで、この成分がここの1を除いて全て0であるっていうことを言っています。で、ここのよりも下の成分が0っていうのは、階段行列の定義から当たり前なんですね。ところが、この成分より上がゼロかどうかっていうのは何も言ってないわけです。実際、ただの階段行列では、ここよりも上の成分はまあゼロであってもなくても良いわけなんですね。ところが、簡約階段行列の定義では、この
1の上の成分も全部ゼロだっていうふうに言ってるわけです。同じように、ここもですね、この1の上の成分は全部ゼロですと。それから、この K の R も、この1のよりも上の成分は全部ゼロですというところが、そのただの階段行列と簡約階段行列の、異なる点ですので、押さえておいてください。この階段のところの1の要素より上が0か否かっていうことですね。まあ、ここは何でも、何が入ってもいいのがただの階段行列であるのに対して、まあ、0が来ると。0が全部0になるというのが、この簡約階段行列です。それで、この簡約階段行列について大事なことを2つほど書いておきますと、まず1つ目はちょっと時間の都合で文章だけ書いておきますけれども、この定理 2.1 というのはその教科書の37ページにある定理 2.1 ですね。で、ここで言っていることは、すべての行列は、行変形によって、まあ、ある適当な行変形を施すことによって、簡約階段行列に変換可能であると。ということに注意してください。これはその一応先ほどですね、先ほど連立次方程式を解いたときに、その行列に同じ操作を施して、その行列に単位行列が出てくるような、そういう操作をやりましたけれども、じゃあそういう操作が、どんな行列にもできるかっていうのが、まあ自然と数学を勉強していると湧き上がる疑問なんですが、実はできますと。どんな行列持ってきても、ある適切な操作を行うと、簡約階段行列にできますということを言っています。で、数学ではこういうことは非常に重要視します。すべてのものがに同じ操作をして同じようなものが作れるかとかっていうことは数学では非常に大事な概念です。で、その定理 2.2 ですね、定理 2.2 は、その簡約階段行列は一時的に定まると、求まると。いうことも言っています。あと最後に、定理 2.3 が、教科書の39ページにありますけれども。正方行列A が正則であることの必要十分条件として、この A は
有限この基本行列の積で表せるということも言っています。すみません、ちょっと低かったですかね。すみません。で、本来ですと、このそれぞれの性質の、定理のですね、証明がきちっとできればいいんですけれども、なかなか時間的に難しい面があるのと、それから多分皆さんからしてみると、じゃあ実際にそのこういった簡約階段行列の変形というのはどのように具体的に計算できるのかっていうですね、もう少し具体的な例を見せた方がいいのかなと思いますので、一応こういったことは事実としてここでは説明しましたので、大事なことですから、そういうことが成り立つという点だけは押さえておいてほしいと思います。ここまで質問ありますか？まだ板書をしてる人も若干いますかね。じゃあ、あと残り5分ぐらいなんですが、じゃあその実際に、その簡約階段行列へですね、行変形をするという、計算のデモンストレーションをしたいと思います。で、じゃあ一旦ちょっとスクリーンを下ろしちゃいますんで、いいですかね。すいませんが、まだ映してない人は、またこの時間終わってから映してください。教科書の38ページの例題 2.1 をご覧いただきたいと思います。で、ちょっとこのスライドなんですけれども、ちょっと説明しますと、これ数式処理システムのマセマティカというソフトウェアを使って作りました。マセマティカというのを聞いたことある人ってどのぐらいいますか？はい、まだ、皆さん聞いた人は少ないかもしれませんけれども、数式のいろいろな計算ができるソフトウェアです。で、こういった行列ですとか多項式の計算をしたり、方程式を解いたり、積分をしたりといったような計算ができます。ですので、多分これから、これからいろいろな時にこう使い出があるかもしれませんが、まず見ていきたいと思います。大体このぐらいの字の大きさで見えますか？で、マセマティカでは、プログラムを、プログラムというほどでもないですが、こうやってですね、こう自分の必要な関数を定義することができますので、まずこの基本行列をこのように定義します。で、まず最初にその行列の第、J 乗の C 倍ですね。N 次単位行列の第 J 乗を C 倍するという関数をこう定義しまして、で、例えばこれ3次の正方行列の第3行の5倍をしますと、こういう形になります。で、実はマセマティカの行列というのは、これ行ベクトルを並べた形で表していますので、あまり見やすくないんですけれども、これを実際の行列の形で表しますと、このようになっていて、確かに第3行が5倍になってますね。で、次に2つ目の行基本変形として、その第 i 行と第 j 行の交換をする行列を定義します。で、これでこのエクスチェンジローズという関数を作って、これで5次正方行列の第3行と第5行を交換する行列を作りなさいっていうと、このような行列を出してくるんですけれども、実際にこれを見て行列の形で見てみますと、この単位行列の第3行と第5行が交換された行列を出してくれます。で、3番目にその行列の第 i 行に第 j 行の c 倍を加えるという関数もこのように定義しまして、で、例として5次正方行列の第4行に第2行のマイナス1倍を加えるような基本行列ですねを作るとこんなふうになって、で、行列の形ですと確かに第
4行に第2行のマイナス1倍を加えるという形になっています。でまずこのようにしてこの基本行列をですね、あの3つ 3種類の関数を作ることによってその好きな基本行列をいくらでも作ることができるようになりました。でこれで実際にその教科書の38ページの例題 2.1 ですね、この行列 A を行変形で簡約階段行列にせよという計算を行います。まず最初にこの行列 A をこう定義します。でこれが実際にあの行列の形にしますと、まあ、A はこのような形でこう表されております。で教科書を見ますと、まず最初に第1行のマイナス6倍を第2行に加えなさいとありますので、そのため の, あの変換行列を作ります。これ Q1 としましょう。 Q1 というのはあのこういう形をしています。で実際にこれを A に施すためにはこの A の左側からこの Q1 をかけます。どういう行列になるかというと、あのこのようにちょうど A の第2行がですね消えるわけですね。で今度は第3行に第1行のマイナス4倍を加えるってことですから、この3行1列の4が消えるような操作をします。まあ、こういう行列をかけるわけですね。そうするとまあちょっとこれだと見づらいんですけれども、これであの3行1列の要素もうまく消えたことが分かります。で今度は第2行がですね、これ全部7の倍数になっていますから、これを7で割りましょうって言うんですね。でそのため の, あの基本行列を作りますと、これ第2行をマイナス7分の1倍するという基本行列になりますから、でこれ実際にあのかけてみます。そうすると、まあ、めでたくこの第2行がですね、マイナス7分の1倍されていることが分かります。でこの第3行も、これ3の倍数ですから、マイナス3分の1倍すると。で、同じように基本行列を作りまして、これをさらにかけます。そうすると、まあ、うまい具合にこうなったわけですね。で、次に簡約階段行列を作りますので、第2行、を、まあこうやってを使って第1行を消すというような操作を行います。以下同じようにして操作が進むと思いますけれども、残り の, 計算については一応今日配った資料の通りあります。で、このマセマティカというシステムは皆さんのサテライトで使うことができますので、興味がある人は自分でやってみてください。一応今日配った資料の PDF ファイルも同じようにいつもの場所に載せておきたいと思います。というわけで今日は一応ですね、これで第 2.1 節まで終わったことにして、次はそのセクション 2.2 の逆行列の計算から進みたいと思います。何か質問などありますでしょうか。はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。